お相手は戦場ヶ原ひだりでした。どうしたの、あららぎくん。何か知りたいことでもあるの？岩のが花だよね。ピンチ！継続！女子なんて珍しくもないだろう。
私が普通だと。昔は私たちと仲良しだったのね。仲良し小読みとか言われてたもんね。継続。おや、この気配。今更そっち側の立場になるつもりなの？私はこう見えて浮気とスーパーリーチには寛容なのに。じーん。あ、お兄ちゃん。あれ、でっかい方の妹はどこ行ったんだ。トラブルは勘弁だぜ。心配性なんだから。心配してんじゃね、信用してねえんだ。僕を納得させることがお前にできるかな。勇気と最後につければ大抵の言葉はポジティブに置換できますよ。僕を納得させてみろ。恋人に嘘をつく勇気。やっていることは普通に恋人に嘘をついているだけなのに、勇気とつけるだけでまるでそれが優しい嘘であるかのようだ。そんなことは一言も言っていないのに。天敗を諦める勇気。もはや後がない。だけど今僕は負けを認めるわけには。負けを認める勇気。負けを認める。こういう時こそクールにだ。おもそかに行け。お相手は羽田の翼でした。
報酬なら偽物なのか。正義の味方ごっこじゃないよ。正義おや、この気配。送ってくれてありがとね、荒良木くん。お礼としてこのチケットをあげましょう。それとも私の好きなところに触っていいチケットが欲しい？使ったら一生軽蔑するけど。このゾーンのチャンス、ゾーン！ところで、発展チケットの他にどんなチケットがあるのか。ああ、それはね、好きな時に好きなだけ羽川のスカートをもらえるチケット。そんなチケットは存在しません。このリーチを左右する大事なチケットだよ。マジで？試しに聞いてみてもいいのか。うん。なんとか聞いてください。それまでも大じゃないか。リーチ！継続！
私、何でもするから。マジで？やったー。うわあ、どうしよう。あ、何してもらおう、何してもらおう。くそ、判断できない自分の優柔不断さが悩ましいぜ。人質に取られた。おや、この気配。いや、もう本当全然会えて嬉しくなんかないからな。心ゆくまで愛するぞ。今日こそ僕は8の天下へ切れ切れ。